鈴湯チャンネル。はい、こんにちは。世界史講師の鈴木祐介です。はい、今回はですね、ただいび英語科寺島由紀先生に出演していただきます。よろしくお願いします。2回目、今回高校生向けにね、英語が苦手でしょうがないっていう人が多分見てる、いろいろバージョンがあるんだけどね。あ、バージョンがね、鈴湯チャンネルってあ、ありますよね。じゃあさっきのは何バージョンだったの？さっきは同業者とか、あと予備校マニア向けです。で、今が高校生向けです。高校生向け。はい、フレッシュな視聴者に向けてね。あ、先生が。違うね。勉強方法。そうか、違いますね。そうです。わかりました。フレッシュにしましょう、フレッシュにね。敵すんなよ。でも、敵の話はさ、前回もしてたけどさ、あの、敵がさ、まあ、アンチの人がさ、増えれば増えるほど、そうじゃない人たちが倍増してることを分かってない人は多いよね。おお、うん。そこは理解しておいた方がいいと思いますよ。だからトップ芸能人ってめっちゃアンチいるってことはめっちゃファンがいるってことだから、だから僕はアンチがもし1000人いると言ったらそれのかける100ファンがいるということです。いやー先生、また敵が増えました。まあでも言ってることが思ったもんですよな。高校生向けでしょ、高校生向けです、はい、で何話すんですか？英語の勉強法ですよ。苦手な高校生が英語をこれから得意にしたい、うん、一番得意な科目にしたい、うん、ポイント3つ絞ってもらって。3つ？寺島流英語勉強法、うん、その1、あの、打ち合わせもなく3つって言うのもね。そうです。いいよ。もう、あの、全く打ち合わせもなく。はい。1個。1個目。1個目。単語覚える。単語。2個目。2個目。単語覚える。単語覚える。3個目。はい。単語覚える。そのパターンですか？いきましたね。ちょっと待ってください。いや、間違いないでしょ。単語、単語、単語ですか？だってもうそれだ。単語だけでいいですか？単語だけでいいか？はい。ダメだよ。苦手な子が。苦手な子が。苦手な子が。得意なんですよ。あ、聞き方があるから、まあ、まあ、じゃあ、今の、今のと、本当偏差値も本当に40代の子が、うん、じゃあ50に乗っけましょう。だからまず単語、単語、単語。そう、だから、現在完了なのか過去完了なのかみたいな、うん、まあ、時制とかあるんですけど、そういう問題が今、激減してるんですよ。ほう。ほとんど入試問題に出てなくて。あ、いわゆる文法用語なんですか？文法問題。問題が。うん、で、共通テストに変わって、はい、全部長文になって、はい、さあ、これは現在完了が答えでしょうか、過去完了が答えでしょうか、うん、もうないんですよ。ないんですか？すべて消えたんですよ。へぇー。で、もちろん単語だけ覚えればいいとは言いませんよ。ただ、苦手な人は、まあ、1000個、まずも、覚えることによって。ターゲットの半分ぐらいですか？そうですね。うん、まあ、あの、ターゲットだと800で1回切れると800でもいいと思うんですけど、うん、そこで切れると、知ってる単語が増えると、うん、比較的意味取れるんですよ。なるほど。だから、苦手な人は単語、本当に単語。で、そうなんだ。そこでオリンピックと同じだと思うので、はい、僕は要は視聴者が結果を見るじゃないですか。あ、金メダル取った、はいはいはい、ね、その結果のその1日だけを見るじゃないですか。柔道でも、はい、マラソンでもその時だけを見るじゃないですか、はい、でもそれまでの何年間かあるわけでしょ、はい、アスリートとして。そうですね。でも結果を見るじゃないですか。で、あ、金メダルすごいねってなるし、負けちゃうとなんだよってなるじゃないですか、うん、視聴者が、はい、で、それと同じだと思って、結果覚えてりゃ何でもいいんですよ。おで、それって人によるから、うん、必ず書きなさいとか、必ず読みなさいとか、必ず声に出しなさいとか、別に言われなくても、自分の中で発見していけばいいと思うんですよ。なるほど。試してみた方がいいですね、うん、いろいろ。で、私がよくね、漢字ドリルみたいに書きなさいって僕言うんですけど、その理由は、あまりにも書くということを試したことのある人がいない。ほうほうほう。単語を覚えろっていうと、はい、電車でこうやるイメージになるじゃないですか。うん、はい、電車でターゲットみたいですね。はい、じゃなくて、行って書くっていうのをやってごらんっていう気持ちなんですよ。で、やってみて、合わなかったらやめるじゃん。でも、合ったらめっちゃ書いて覚えられるんだったら、それなんで試さないの？いろんなやり方を試して、金メダルを取るっていうその最終的な目標に達すればいいわけで、なるほど、そうすると読みやすくなるわけだから、英語は。手段はもう何でもいいんですね、単語って。そう。だからそのオリンピック選手がどういう練習してきたのか見えないじゃないですか。なるほどね。あ、結果、読めてるねっていう、そういう世界じゃないですか。なんか最後の根性みたいなのもありますよね。あ、そうですね。いろいろ試して、うん、ちなみに僕は受験生の時、高校3年生の夏休みは単語しかやらなかったんですよ。夏、マジですか？本当に単語しかやらなかったんですよ。あれ、でも単語がすごい覚えてると、はい、まあ、そこから構文取ったり、長文読解したりしなきゃいけないじゃないですか、それはやっぱ早いもんなんですか、そこから。早いですよ、だって知ってるんだもん、単語は。アーチンって、ウニって知ってんだもん。はいはいはい。スパイスカブラウン、からしめんたいこって知ってんだもん。なるほど。いや、僕ね、英語の勉強からだいぶ離れちゃったんで、うん、まあ、感覚忘れてるんですけど、うん、単語覚えるじゃないですか。はい、で、英文解釈って僕結構つまずいた記憶があるんですけど、はい、英文解釈ってあれどうしたらできるようになるんですか、結局。精読かな、精読か、精読です、か精読です。一個の文をきちんと読む、うん、きちんと読むって、あのね、一個の文をきちんと読むっていうの
をまず力を上げたい。これ、まあ、単語は絶対覚えなきゃいけないんだけど、はい、マジの3つを言うと、はい、単語、精読、はい、それから多読なんですけど、はい、まあ、単語の話の終わり、うん、で、精読、はい、精読は一つの文をきちんと読むっていう練習、はい、これが足りてないから、まあ、どれが主語でどれが動詞でどういう塊になってるっていうのができてないっていう人が多い、はい、じゃあこれができるようになるためにはどうすればいいかっていうと、ただ読みっていうところに精読っていう授業をやってる50本で終わりで無料講座があるんですよ。おお、僕も聞いたことあるんですけどね。それ受けるとめっちゃできるよ。めっちゃできるの。なんか全身真っ黒い先生が。真っ黒い日もあるんだけど。真っ黒い。真っ黒くない日もあるんだ。なんかその先生がね、そうそう、板書もしながらいろいろ。そう、それで50本受けるのね、すげえ伸びるって聞いた。じゃあ、ただ読みチェックっていうことで。そうっすね。そうすると、精読のコツが分かると。そうなんですよ。僕もそれ見ればいいわけですね。そうっすね。じゃあ、基本的に単語を自力で、それこそ線を覚えて、はい、その後、そのただ読みで、その50個の精読講座見たら、はい、もう偏差値的にもうドカーンと上がりますよね。ドカーンと上がりますよ。ね、うん、あと長文読解で、あと長文読解で何が問題かって、もう1個の文が読めるようになってて、はい、単語も分かってるから、はい、あと何が問題かって、スピード、終わんないスピード、はい。で、皆さん勘違いしてるのは、早く読もうとしてるんですけど、実際、ほとんどの人がつまずいてるのは、うん、早く読むかどうかじゃなくて、回答してる時間が長いから、時間がかかってる。実はね、どんだけ長文だって言われてる大学の問題拾っても、うん、1秒に1単語のペースでいいんですよ。1秒に1単語ってめっちゃゆっくりなんですよ。例えば、I think、これでも早いね。I think that I am the kind of the person who does think。このくらいでしょ？今わざと1秒に1回読むイメージで。ほんのゆっくり読んでみてよ。だから読めんのよ。だけど、選択肢でガタ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 やるから時間かかるんですよ。それを勘違いしたら急いで読まなきゃいけないってやっていくから、みんな大変なことになってるわけで。だその選択肢の絞り方っていう方を練習した方が絶対いいですよ。なるほど。単語精読、設問の実践的な対応。そう、それも自分で練習できるから、たくさん量をこなしていくっていうことですね。了解。やっぱりそこは質より量。量より質は正しいんだけど、最後の練習は質よりもたくさんやった方がやっぱり。そういう練習をする上でなんかおすすめな参考書とかってありますか？いや、おすすめな参考書があるんだけど、うん、その参考書を書いている人が、はい、すっげえ俺と仲がいいから、はい、言いたくない。言いたくない。だってその人がさ、印税払うの嫌だろ。え、なんかいいんでしょって言ってる。いつも俺のおかげでどんだけ売れてると思ってるの。で、いつも言うのが、牛丼ぐらいは本当に売らなきゃダメだよっていつも言うんですけど、これ以上売れてほしくないね。いや、これは冗談ですけど、いや、仲が良くて、そこはもう行っちゃいましょうよ。多分ご存知。え、誰だ？三浦純一先生。あ、三浦先生ですか。が書いた、大文社の6個に分かれてるレベル別の長文の問題集。めっちゃ売れてますね。でしょ？いいですね。あれ、なんでめっちゃ売れてるかっていうと、私がめっちゃ宣伝してるから。あ、そう。あれ、待って、ラジオの方だったんですね。皆さんすいません。皆さんも仲良かったんですか？だから皆さん同じように働いてるし、講師室も一緒だったんだ。なるほどね。そうそう。で、英語の三浦先生ですよ。ね、あと学び英語。そう、三浦純一先生も有名な先生ですけど、はい、6冊に書かれた大文社から出ている、大文社から出ている三浦純一先生の長文、6冊に分かれています。これをどのレベル、人によってレベル違うので、はい、うん、3から始めてもいいし、4から始めてもいいし、もうできる人は6やっていいし、基礎やりたい人は1やっていいし、まあ、悔しいけど、めちゃめちゃいい参考書なので、いや、悔しくないね。それ、どこがいいんですか？解説がいいんですか？いや、全てが良すぎて、もうコメントができないので、まず選んでる分、長文が、もう、いい長文を選んで、で、問題の、その作りも全て、解説も素晴らしい。三浦純一先生、またこれ僕に牛丼。また売れちゃいますね。牛丼ですよ。牛丼でいいんですか？牛丼一杯何冊分だろう。いや、何年間も予備校で言いまくってますからね。三浦さん、牛丼。皆さん、じゃあ牛丼持ってあげてください。ということで、まとめると、はい、単語をまずやりましょう。はい、ね、やり方は何です。はい、精読をやりましょう。はい、それはただ読みがいいですよと。うん、で最後に、まあ、設問をちゃんと処理できるようになりましょう。そうです。その場所が、はい、三浦先生の。そう、大御所から出る長文のレベルです。ということで、これで苦手脱却、英語が得意科目になると間違いなし。はい。
はい、本日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。